ご視聴ありがとうございます。よしチャンネルです。今回は7年目のクライマックスシリーズからです。3年連続でスワローズとの対決です。相手の先発は奥川選手。2回に井上選手が長打で出塁。伸びていった。井上、二塁も狙う。井上。第6球を投げた。打ったピッチャーが。2アウトとなった後。中野選手がヒットと盗塁でチャンスを広げる。二塁送球はどうだ。セーフ。二塁はセーフ。5球。投げました。しかし栄田選手が三振で先制ならず。第3球を投げました。打ちました。これはいい当たり。入れば先制だ。さらに伸びていく。次の回、小畑選手のソロホームランで先制。レフトへ。投げた。初球から打ってった。レフトへ持っていった。しかしヤクルトにすぐさま追いつかれる。タイガース。第4球を投げた。インコースのボール左へ。ツーアウトとするが逆転を許す。タイガースリードを奪われました。2対1。投球はこれから6球目。打った。これはいい当たりだ。入れば同点だ。打球はそのまま伸びていく。余談の一発で同点。同点ホームラン。第2球投げました。打った。痛烈な当たり。5回には才木選手が自らチャンスメイク。バッターランナーは1塁決定。2塁。第3球を投げました。打った。バット取れない。金本選手が一塁線を破り追加点。1点リードを奪いました。3対2。金本タイムリーツー。投げました。打った。強い当たり。入れば同点だ。伸びた。伸びていった。しかしリードを守りきれず同点。ホームラン。第3球を。才木選手は7回3失点で勝ち負けつかず。一塁へ送る。アウト。8回からは新人の久保田選手が登場。レフトへの浅いフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。その裏、先頭の小畑選手がヒットで出塁。抜けた。抜けた。オーバー。外れた。ボールを二塁へ。盗塁でチャンス拡大。投げた。めったくら強烈。その後ランナーと満塁とし、小野寺選手がレフトの頭上を超えるツーベースを打つ。さあ次の投球。打ちました。右中間へのフライ。これはさらに中野選手が続く。センターからセカンドへ。タイガースこの回4点目。第9投げた。初球を打ちました。その後代打の遠藤選手にもタイムリーが飛び出し勝負あり。初戦の白星で飾る。阪神甲子園球場です。第2戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズクライマックスシリーズファイナル。第2球。打ちました。痛烈。入れば先制だ。初回先発の江夏選手は一発を打たれ先制を許す。打って出ます。一方の阪神も佐藤選手のタイムリーで同点とする。二塁ランナー投げた。打った。流し打ち。この日は遠藤選手がスタメン。ファインプレーで江夏選手を助ける。最後はいい守りを見せてくれました。投球これから5球目。流し打ち。どうだ。ヒット。2回は江夏選手自ら勝ち越しのタイムリー。第5球。投げた。打ったに当たりだ。またもや遠藤選手のファインプレーでヤクルトの追撃を許さず。第6球を投げました。しかし4回。打った。宇宙間へ上がった。微妙な当たりを取れず試合は振り出しに。ライトからセカンドへ。タイガース。第5球。投げました。打ったに当たりだ。入るか。入るか。ワンバウンドヒットになる。中継。さらに長打を浴び逆転を許す。バックホーム間に合うかどうか。タイガースリードを奪う。第4球を投げました。その後3点差とされチャンスが作れないまま。フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。第5球。投げた。打ちました。ファースト右横のゴロ。最終回も三者凡退に終わり、そのまま敗戦。ゲームセット。タイガースクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦を落としてしまいました。阪神甲子園球場です。第3戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズクライマックスシリーズファイナル。2回にピンチを背負った西選手だったが無失点で切り抜ける。取りました。これでスリー。第5球。投げました。インコース引っ張った。3回には村神様にあわやという当たり。第7球をランナー自動的にスタート。三振に切って取る。球を投げました。
打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、さらに伸びていく、見上げた。しかし次の回に一発を浴び勝ち実験。8球は2球投げた、打ちました。金本選手の豪快な一発で同点。一直線、入った入った、ホームラン。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ライトバック。さらに6回には佐藤選手もライト頭上を超えるヒットで勝ち越し。投球はこれから3球目。1点差のまま9回、クローザーの湯浅選手。次が4球目、投げました、変化球。最後は三振を奪ってゲームセット。低めの変化球でスイングアウトを取りました。タイガース、クライマックスシリーズ日本シリーズ進出チームが決まるのでしょうか。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、クライマックス。投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた。先発の小山選手は2回にセンター前へタイムリーを許す。阪神は井上選手の特大ツーランで逆転。投球これから7球目。1点差のまま7回、久保田選手が一発を浴びる。次は5球目、投げました、打ちました。8回には先頭の小畑選手が出塁。第2球、中野選手はきっちり送る。左へ転がした、一塁アウト。第2球投げた、打ちました。ツーアウト後、佐藤選手はセンター前へ、ランナーは三塁ストップ。ナイスバッティングいく。第3球を投げた、あっと引っ掛けた。しかし井上選手はこのチャンスを生かせず。これでスリーアウト。第2球投げた、逆に9回ヤクルトにチャンスを作られる。センターバックホーム、投げた、打った、取り押さえてます。ワンアウト。ファウルグラ。第3球を投げました、打ちました、ライト線に上がって、これは犠牲フライになるか。取りました、丸山タッチアップ。この当たりは犠牲フライとなって勝ち越しを許す。次は6球目、投げた、高めボール球。粘る阪神は9回に先頭が出塁。本タイガース、ダイソー投入です。指揮者からファーストの守備。ダイソーの島田選手がすぐさま盗塁。投げた、あーっとショーフライになった、取った。送ってワンアウト三塁。高波取って、投球これから5球目、空振り。しかし栄田選手は三振。第3球を投げました、アウト。続くバッターは代打の藤立選手。次は4球目、投げました、打った、ショート、これは守備範囲内。ショートゴロに終わり、接戦を落とす。タイガース、クライマックスシリーズファイナルステージ。果たして今日日本シリーズ進出チームが決まるのでしょうか。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ。ファール、打ちました、痛烈、入れば先制だ。初回に森木選手が村神様に停滞一発を浴びる。投げました、打ちました。ゼロ更新が続く阪神だったが、7回にようやく1点返す。タイガース1点返し。第4球を投げました、打ちました、破った。しかし8回に1点、ライトバックホーム。スワローズ1点入りました。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり。9回にもさらに1点奪われ万事休す。クライマックスシリーズファイナルステージ3勝3敗の回に追いつかれる。もつれにもつれ最終戦まで来ました。第6戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、クライマックスシリーズ。さあ4球目、先発は青柳選手。序盤は無難な立ち上がり。フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。投げた、打った、これは強烈、入れば先制だ。伸びた、伸びて、小高選手がホームランで阪神が先制。投げました、打ちました、痛烈、入れば。しかし4回に青柳選手が捕まる。センター見上げた、ホームラン。待っています、タイガー。その後5点差とされ、さらに6回、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく。ダメ押しとなるスリーランを浴びる。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、いい当たり、右中間のフライ。ワンバウンド、後がない阪神は7回に1点を返す。タイガース1点返しました。ランナーは今日1人気を吐いている高橋、打ちました、初球。さらに高橋義彦選手が続いて、これで6点差。9回は小野寺選手から、打ちました、セカンド左への打球。これでワンアウト。これでは今日はホームランを打っています。初球を打ちました、ショート右、アウト。ツーアウトとなり追い込まれる。さあ6球目、投げました、流し打ち、破ってった。栄田選手はライト前へ。
第4球を投げた。しかし遠藤選手が三振でまさかの下克上を食らう。試合終了。ポルテからの悔しい3連敗で日本シリーズ進出ならず。今回はここまで。